一問一答、時代別、13、明治時代、後期。欧米列強が植民地を求め、軍事力でアジアやアフリカに進出した動きは？帝国主義。1894年に朝鮮で、倒幕を信仰する農民が、外国人の排除や政治改革を要求して、起こした反乱は？抗護農民戦争。抗護農民戦争に対し、清と日本が朝鮮に兵を送ったことから、始まった戦争は？日清戦争。日清戦争で日本が勝利し、その結果、1895年に結ばれた条約は？下関条約。下関条約で、日本が賠償金以外に、清から得た領土は？遼東半島、台湾。1895年に、三大国が日本に、遼東半島を清に返還するよう要求し、日本がそれを受け入れた出来事は？三国干渉。日本に三国干渉を行った三つの国とは？ロシア、ドイツ、フランス。1900年に、他国の侵略に反抗して、清の民衆が起こした反乱は？義和団事件。1902年に、日本が領土の利害の一致する、イギリスと結んだ同盟は？日英同盟。日英同盟を結んだ目的は？ロシアの南下政策に対抗するため。1904年に、朝鮮と満州の支配権をめぐる対立から、日本とロシアの間で起こった戦争は？日露戦争。日露戦争を歌人の立場から批判し、君死にたもうことなかれという詩を発表した人物は？与謝野晶子。日露戦争を社会主義者の立場から批判した人物は？光徳秋水。日露戦争をキリスト教徒の立場から批判した人物は？内村鑑三。1904年からの日本とロシアの戦争は、双方ともに続けることが困難になり、その結果、1905年に結ばれた条約は？ポーツマス条約。ポーツマス条約を仲介した国は？アメリカ。ポーツマス条約で、日本に優越権が認められた領土は？韓国。ポーツマス条約で、日本に南半分の領有権が認められた領土は？カラフト。ポーツマス条約で、日本に南部の鉄道の利権が認められたところは？満州。ポーツマス条約で、日本は賠償金を得られず、その結果、東京で起こった暴動は？日比谷焼き討ち事件。日本が韓国の外交権を奪い、保護国とするために置いた、伊藤博文を初代統監とする機関は？統監府。1910年に、日本が朝鮮を植民地とした出来事は？韓国併合。1910年の朝鮮の植民地化の際に、同化政策を進めることなどを目的に、朝鮮に設置された機関は？朝鮮総督府。1911年に、朝江中流域の武将で起きた、軍隊の反乱は？辛亥革命。辛亥革命を指導した人物は？孫文。孫文が唱えた、民族、民権、民政の政治理論は？三民主義。孫文が臨時大総統となり、1912年に成立した、アジアで最初の共和国は？中華民国。孫文から大総統の地位を譲り受け、独裁政治を行った人物は？遠征外。日清戦争の前後に、日本で発展した工業は？軽工業。
日露戦争の前後に日本で発展した工業は？重工業。紡績業の分野で大規模な機械導入により大量生産を行った会社は？大阪紡績会社。西洋の技術を導入して高品質な生糸を生産した群馬県の工場は？富岡製糸場。日清戦争の賠償金をもとに北九州に建設された工場は？八幡製鉄所。政府と結びつき日本経済を支配した三井、三菱、住友などの企業は？財閥。衆議院議員の田中正造が公害問題に対して運動を行った事件は？足尾鉱毒事件。貧しくて土地を売ってしまい出稼ぎに行く者もいた農民は？小作人。1910年に天皇の暗殺を企てたとして高徳秋水ら社会主義者が処罰された事件は？大落事件。1911年に政党社を作り女性解放を主張した人物は？平塚来長。我が輩は猫であるなどの小説を表した人物は？夏目漱石。小説神髄などの小説で写実による近代文学を示した人物は？坪内逍遥。原文一致体を用いた浮き雲を表した人物は？双葉亭四名。若菜衆でロマン派の詩人として活躍し後に自然派の小説家として破壊を表した人物は？島崎藤村。竹比べなどを表した女優小説家は？樋口一葉。舞姫などの小説を表した人物は？森鴎外。印象派の画風を紹介し湖畔などを描いた画家は？黒田清輝。黄熱病の病原体を研究した細菌学者は？野口英世。破傷風の血清療法を発見した人物は？北里柴三郎。赤痢菌を発見した人物は？志賀清。一問一答はここまでです。お疲れ様でした。